はい、クラブファンタジー、ファンタジータロとみそです。はい、今日はですね、報告というかこれまであんまり話してこなかったお話なんですけども、はい、実は僕らこのクラブファンタジーっていう、まあ、YouTube でセカワに関する情報を発信するっていうのをやってるんですけど、また別の顔があるんですね。実はそうですね、夜更かしという名前で音楽活動もやっておりまして、はい、はい、まあ、もともとクラブファンタジーも前からやってた活動なんですけど、うん、まあだからオリジナル曲を作って配信するみたいなことをやってたんですね、実は。うん、うん、そう、なかなかこの話をねこれまでしてこなかったんですけど、うん、近々ですね新曲を出すというか、特殊な形ではあるんですけど、はい、夜更かしの方も動きがあったのでですね、うんうん、こういう動画を撮ろうかなと思いました。うん、あまりねコンスタントに上げてきたわけじゃないんでね、はい、久しぶりの新曲で、前はね一応クラブファンタジーのテーマソングということで、スイーツって曲は、うん、出してはいたんですけど、うん、それもそこまで大々的に言ってはったわけじゃないし、うん、それも配信してた時に使ってたものなので、うん、また今回はねちゃんと夜更かし兼クラブファンタジー×そうだねコラボみたいな感じなんですけど、そうだからクラブファンタジーを始めてから夜更かしでようやく出す、だから本当に久々なんだよね、うん、マジ久々、うんうん、そうで、まあ僕らだけじゃなくて他にもメンバーがいるんですけど、作曲する人と久保が作詞とボーカル、うん、でみそがジャケットのデザインとか、うん、アートワークを担当してる、うん、でまあもう一人レコーディングとかミックスとか編曲を担当してる、まあ全部4人のメンバーでやってるんですけど、うん、まあクラブファンタジーはね僕らだけでやってるんで2人で今やってるんですけど、はい、まあでもねやっぱせっかく音楽活動をやってて、まあ、クラブファンタジーとちょっと別軸ではあるんだけど、まあ、せっかくこうやってフォロワーが増えてきてるのでこっちでもなんかね知ってほしいとか聞いてほしいっていうかさ、うんうん、何曲ぐらいあるっけ。まあ8曲あるかないかぐらいじゃないかな。曲あるかないかぐらい、うん、出してる曲でいいとね、うんうん、そうだからちょっとぜひですね今日の動画の概要欄に聴けるリンクというか、今一応その Apple Music とかさ、なんていうの Spotify とか、うん、サブスクのね、そうそう、サブスクの配信サイトでも聴けるので、もしそういうの入ってる人がいたらですね、夜更かしと検索して聴いてもらえればなと思います。はいはい、なんかおすすめの曲とか好きな曲とかありますか。おすすめの曲か、はい、どうだろうね、ここの人たちがセカオワを聴くっていうことを踏まえると、はい、割とセカオワのサウンドに寄ってるのはなんか僕はベランダシアターって曲は、うん、割とシンセも入りつつ、うん、なんか結構アップテンポで元気の出るような曲、はい、かなと思ってます、うんうん、そうだね、結構そのテンションが上がるような曲だったりとか、うん、割と暗めの曲だったりとか、うん、いろいろバリエーションはありますよね、うんうんうん、まあ、ただ僕らはねやっぱちょっとセカオワに似てるっていう言われ方はねちょっとあんま嬉しくないんですよね。どうしてもセカオファンで集めて組んじゃってるからね、まあね意図せず意識しちゃうところはあるけど、別にセカオワに寄せてるわけじゃないんで、そう、あくまでオリジナルとして僕らを表現してるって感じなんですけど、うん、はい、だからそれで言うと今回の新曲はもう全然セカオワじゃないと思う。うんうん、だよね、全然違うし今までの夜更かしとも違うね。そう、今までなかったタイプの曲なので、うん、ここは結構びっくりするんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、この動画が出る頃には間もなく準備が整ってまた別の動画で発表することができると思うのでですね、はい、はい、ぜひちょっと楽しみにしてもらえればと思います。あ、これは夜更かしの宣伝としてね。そうそうそう、宣伝動画なんですね。そうだって急に俺らが新曲出したみたいな動画出してもどういうことってなるかなと思ったんで、確かに、そう、一応僕らはクラブファンタジーと別軸で音楽活動もしてますよっていう、ちょっとねこれずっと言いたかったんですけど、うん、いいタイミングかなと思って、そうだね、はい、行ってみました。まあ、夜更かしやっててその延長上でクラブファンタジーができたって言っても過言ではない感じで、そうですね、うんうん、だから夜更かしも一応チャンネルはあるんですよ YouTube の、うん、80人ぐらいの登録者の上、今伸びないですよね、少ないから。せっかく曲を出してもそうですね、知ってもらう機会がないんでね、うん、そうだからもうちょっとクラブファンタジーの視聴者の皆さんにも聞いてもらおう申し訳ないですね聞いてください。そう、セカオの情報だけしか興味ないという人もね聞いてもらったらもしかしたら気に入るかもしれないんで、そうですね、そう、聞いてほしいなと思ってます、うん、近々発表するので、はい、結構すごい発表だと思うけどね、うん、なかなか、うん、すごいいいんじゃないですか、すごいできる体験じゃないしね、うん、結構すごい体験をしたので今回、はい、
これすごい楽しみにしてもらえればと思います。はい、はい、ということで今日は夜更かしをやってますという、音楽活動やってますという、あの、なんていうんだろうね、報告動画伸びないですね。セカオワがね、出ないと伸びないからな、俺らは絶対ダメだよ、これ伸びないからな、本当にちょっとみんな見てくれよ、本当に。まあまあまあ、作ってるものはいいんで、うん、そう、そうなんだよ、うん、やっぱね、動画と違う脳みそ使っててね、それ楽しいですよ、やっぱり、うん、うん、だからちょっとそういう一面もね、ちょっとみんな見てもらえればなと思います。はい、はい、ということで、またじゃあ次の動画でお会いしましょう。はい、クラブファンタジー太郎とみそでした。ありがとうございました。